って真ん中でやったり、うん、下でやったり、そうやってあの楽しめばいいし、最後最短で寝癖を直すにはどうしたらいいですか？はい、寝癖は生かすものと考えておりますので、直さないです。直さない。そうなんです。ちょっとしたこうニュアンスというふうに捉えているので、それをこう活かしてこう寝癖が出てるとボリュームアップしてることになるじゃないですか。なのでアイロンで巻いたような癖をつけてるのと同じというふうに考えているので、そのままワックスを盛り込んでまとめてしまう。寝癖がついたらラッキーなんです。なるほど。はい。永井さんが今愛用しているヘアケアアイテムですか？はい、スカルプケアって結構まだまだされてない方多いかなって気もするんですけど、私結構スカルプケアにハマってます。やっぱ顔の悩みって皆さんすごい言うんですけど、なんか頭皮とか髪のこと、頭のことになると結構まだね意識が薄いなと思うんですけど、顔の悩みも結構頭皮から来てるんじゃないかなって思ったりもしていて、これオージュアっていうところの、頭皮エッセンス、シャンプー後にマッサージするもの、これもシスレのものなんですが、ヘアリチュアルのスカルプケアの美容液、こういうもので、やっぱりシャンプー後というか、タオルドライ後ですね、頭につけてマッサージするのにハマってます。あとはトリートメントはこのルネフルトレールが好きで、はい、これも乾燥させない、流さない、洗い流さないヘアトリートメント、カリデヌユーデクリームっていうんですけど、夜もつけて寝ちゃうし、日中もちょっとパサついたらつけれるので、持ち歩いたり、冷たいと持ち歩いたりとかしてます。はい。永井さん、髪型変歴を教えてください。はい、髪型変歴、そうなんです。ちょっと携帯に入ってるので持っていきたいんですけど、はい、ずっと実はショートヘアでした。はい、ショートってないとなんかちょっと伸びてくるとあんまり似合わなくって、昔若い頃は本当にショートじゃないと似合わないっていう感じだったんですが、これが35歳過ぎたあたりから不思議なことに短いのが似合わなくなってちゃったんです。うん、なんでですか？おそらく多分顔や体型が変わってきたのではないかなと自分では踏んでいるんですが、なんかしっくり来なくなっちゃって、今は伸ばしていますが、若い時はずっとショートヘアでした。ここにある、どこに見せた？こっち？全然違う。若い。そうなんです。おむすび以外で、はい、最短でできるヘアアレンジを披露してください。はい。さっき寝癖の話ありましたけど、朝こんな感じで、もひゃっとなってますよね。そしたら、一回ワックスをここにもうつけちゃいます。もうね、ボンバーにすればするほど、まとめ髪しやすいんですよ。くれぐれもブローしてサラサラに溶かして、伸ばしたりとかしないでないで、ボンバーのヘアを、かき集めて、そうだな、前向いてるから、ちょっと高い位置でやってみましょうか。手押しですよ、櫛とか使いませんね。お団子、こんな感じでモニッとして、これだけだとやばいですね。そうそうそう、ここからやっぱり、ね、崩していくっていう作業をちょっと見せてください。シュッ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 、こんな感じでラフにつまみ出して、ミモレでもねヘア動画やらせてもらってますけど、やっぱりこの崩しが重要なので、あとこの辺をどんどんしたりとかして、どうですか、速攻でできる。これをね、上でやったり、お洋服に合わせて真ん中でやったり、下でやったり、そうやって楽しめばいいし、最後にこうやってちょっとくれるようにね戻すと、頑張りすぎてない感じになるんですけど、じゃん、もう嬉しい、意外と、はい、そうなんです。はい、永井さんといえばカーバンのイメージがありますが、カーバンの選び方を教えてください。はい、これはまあスカーフですけれども、ちょっとオーバーの方が頭に巻くにはいいかなと思ってますし、なんか本当に何でもいいね、長い布っていうか切れ端とかでもできます。もしオーバーのスカーフを使うんだったら、こんな感じでざっくりですよ。紐状にします。いろんなやり方があるんですけど、まあ、こういってここでリボンにしちゃう時もあるし、長さが足りればこういって、ちょっとこれだけだと鉢巻きっぽくなりますので注意ですけど、でここで前の二重にして、
これちょっと出たまんまだとちょっと子供っぽいので、リボンの端はこの辺りにしまっちゃうようにしてます。あとは鏡を見ながらこんな感じでちょっと顔周りのどの位置にいるとフィットするかなっていう。耳はね、少しこう隠したり出したりいろいろしてます。まとめ髪に合わせるとなんかそれだけでアクセントになるので、いや、すごい即席スタイルですけど、どうでしょう。染めてますただちょっとエピソードがあって、初めて染めた時にやっぱりものすごいやっぱ強いですよね。頭皮というかもう頭が痛くてすごくちょっと辛い思いをしたというか、衝撃的だったので、そのうち自分でいろいろ調べて、オーガニックヘアカラーというものがありまして、それで白髪を染めることができるんですが、今はオーガニックヘアカラーで白髪を染めています。美容室でしている定番のケアはい、頭皮マッサージです。もうそれが一番、まあ、リラクゼーションの意味もありますし、自分の中でもやっぱり頭皮の、マッサージっていうかケアしてもらうだけで本当に顔がねすっきりしたりとか、まあ、髪が頭皮がっていうよりも顔に結構影響するので、頭皮マッサージ絶対頼みます。愛用しているブラシを教えてください。ブラシは、あんまり溶かしすぎるのは、サラサラになっていろいろ髪がペタッとしすがちなので、あんまり溶かさないです。溶かさない。けど、気に入ってるのは、その頭皮をブラッシング、頭皮をマッサージするための、パドルブラシという、髪を溶かすものじゃなくて、頭皮を、支援するようなものがありますので、パドルブラシは結構気に入るものなのか。トライしてみたい髪型ありますか？やっぱり髪型っていうのはその降りてる状態で素敵っていうのを指すと思うんですが、やっぱり毎日そのサロンで仕上げてもらった通りにね、それを維持するって難しいと思うので、私はやっぱりまとめ髪をしながら日常を過ごしていくと今後も思われますので、なんとなく伸ばしていくと思います。熟人や長井さんに相談に来られる人の髪を見て残念だなと思うことはありますか？それは例えばどんなところでしょうか？やっぱりきちんとやろうとしすぎてるんじゃないかなっていう人ばかりです。もっとズボラに、その例えば寝癖も生かしてまとめてみるとか、そういうやっぱり発想が皆さん真面目でいらっしゃるかないのかなって感じで、もう少し抜け感というか手ぐしで仕上げたようなポニーテールとか、あまりこうきちっと巻いたりきちっと伸ばしたりしていないような自然な仕上げ方っていうものを、された方がいいんじゃないかなって思って